あ、ちょっと待って。跳ねとるから、ちょっと待って。待って。ま、ざっけんなよ。無理。倒していく。ザコインだけど、あった危ない。あの、情けねえ顔。おお、急に、ご存命でした？あ、え、みんなご存命だったんだけど、カメックさん。超絶テクニック見せていく。しかし、数の暴力で負けていく。ここだ。オッケー。あ、なかった。なかった。ちょっと待って。よし、よし。ちょ、うわ、あ、あ、ちょっと羽だ、あ、オッケー。よし、よし。よし、もう、よし、諦めるわ。あーっと、おっと、打ち抜かれていく。よし、よし、よし。あーっと、テクニック見せていく。うわー、そんなバカな。ちょっと待って、無理。うっざ、マジ、よし、待ってくれ。お前がいないと俺は、クッパに勝てない。スーパーマリオワールドやっていきます。この作品はですね、まあ、言わずもがな、まあ、名作として有名なマリオ作品で、スーパーマリオブラザーズシリーズの何作目かな ?4 作目ぐらいに当たると思うんですけど、まあ、スーファミのね、ローンチタイトルの一つだと記憶しておりますが、まあ、僕がですね、マリメのプロである私が初めてマリオに触れたのが、多分この作品だと思われると。まあ、つまり私の伝説はこれから始まったと、まあ、言っても過言ではないのではないかと、いうことなんですが、まあ、僕がね、持ってたあのソフトではなくて、まあ、お兄ちゃんが持ってたんですよね。で、お兄ちゃんがやってない時に、まあ、ちょいちょいやってたっていう感じで、まあ、どっぷりやった感じではないんですけど、まあね、まあ、兄弟あるあるですけど、まあ、弟がね、まあ、当時私幼いですから、まあ、ちょっと拙いプレイがね、かなり見受けられる感じだったんですけど、そしたらね、それを横で見てたお兄ちゃんが、お前下手やな、言うて、あの、まあ、ヤジをね、入れてきて、もうそれにね、弟である私はもう激怒して、もうお兄ちゃんにね、馬なりになってもう殴り続けて、もう本当に殴り続けて、ね、気がつくと、お兄ちゃん動かなくなってて。やっていきましょう。まあ、大体、あ、今度の舞台は恐竜ランド。何やら怪しいこの島で、またもやピーチ、またやりましたか。ピーチが姿を消した。クッパの仕業と。ピーチももうちょっとね、警戒しとけっちゅう話なんですけどね。まあ、やっていきましょう。これね、一面はすげえ私、記憶、残ってるんですよ。なんでかっていうと、幼い自分、めちゃくちゃ簡単な、一面ぐらいしかクリアできなかったっていうね。だから一面だけをめっちゃやってたんですよ。だからもう一面にかけてはプロなんですけど、ここ何でしたっけ？いらっしゃい。僕はクッパから仲間を助ける旅に出ます。ご用の方は残念でした。スーパードラゴン、ヨッシー。ヨッシーってこんなキャラでしたっけ？自分のね、枕言葉にスーパーつけるのってなかなかですよ。ここヨッシーの家なんやね。で、こっちね、どっちでもいいんですけど、こっち行きましょうか。うわ、ちょっと待って。そう、チュートリアルしてないわ。あ、これ。あれだ、マリメと操作性違うわ。これあの、ニンテンドースイッチオンラインのスーパーマリオワールドやってるんですけど、え、ちょっと待って。え、スピンジャンプでどうやるの？あ、え、これ。マジか。
ジャンプがこうか。これ難しくね？これ任天堂スイッチのプロコンでやってるんですけど、マジか。まあちょっとやっていきましょうか。ちょっとね、私が思ってた操作性と違うっていうね。はい、これ一気アップね。これまあやりますよね。やりますよね、まず持ってね。これヨッシーね。ふぅ、助かった。僕はヨッシー。クッパに捕まった仲間を助けに、お城へ行こうとしたら、奴らに卵に閉じ込められたんです。序盤ですよ、だいぶ。ヨッシーさん。だいぶ序盤ですよね。助けに行こうとする、その気概は素晴らしいですけど、あー、ちょっと待って、だいぶ序盤ですね。危なかった。ヨッシーはね、こう、甲羅を飲み込んで、こう吐き出したり、おっとい。危なかったな、今。こいつ嫌いなんだよね。これ、マリメにはいないやつなんです。あ、ちょっと待って。なんだったっけ、名前。なんて言ったっけ。ブルだったかな。こいつね、怖いんだよ。見つけたらこうやってね、走ってやってきて、子供の時めっちゃ嫌いだった。怖かったんだよね。ちょっとさ、猛進じゃないけどさ、ずっと追ってくるの。マジで。ああいうのがいっちゃん嫌い。ヨッシー乗ってて、ヨッシーがまた出たら一気アップだね。あ、ここあれだな。鶴があるでしょ。ほら。やっぱ覚えてんだって。上が見えないんだって。これどうするんだ。いいのか、これで。いや、焦ってねえし。計画通りだし、ね、ほらもう軽やかなもんよ。全く全然動揺してないでしょ。なんか生まれたけど。あ、そっか、なんかあれだね。なんかあるんだよね。木の実をなんかいくつか食べたらね、ああいう風になる言うてね、入れたりしてね。ここ入れたんだ。ちょっと、あ、ちょっとあれだな。スイッチのプロコンだと難しいな、操作がマジで。うわ、これ厳しいな。これ全クリできるかな。オッケー。オッケー、よし。はい。ここ、よし。オッケー。まあまあ、それなりにね。まあ、ざっとこんなもんよ。P スイッチなんかあった。ほら、またこの人嫌いなのよ。こうやってね、見つけるとすごい走ってくる。これバージョンがね、ちょっと待って。よし、マンボウ。落ち着け落ち着け。ブルはね、なんかいろんな種類のブルがいて、ああいう風に見つけたら走ってくるやつもいれば、なんかラグビーボールを持ってたりとか、他にもなんかいろんな種類がいるからね。全部嫌いなんですけど。じゃあ次ここ行こうかな。ここはね、なんかマグナムキラーが出てくる気がしてるんですけどね。ねえ、ちょっと待って。物が落ちました、今。ちょっと音が入ってるかどうか分かりませんけど、物が落ちました。あ、これフラワーですね。ヨッシーに乗ってるとフラワーの効果はないんだっけ。ないんだね。で、この恐竜もね、多分マリオメーカー2とかには、マリオメーカー2には登場しないやつだね。コインになるんだったっけ。全然覚えてねえな、仕様。ちょっと待って。よし、あ、こうやって降りるのか。この恐竜ってね、このマリオが一回踏むとめっちゃ気持ち悪いんですよ、これ。ほら。半分青いじゃないけど、半分こうね、なんか縮んじゃって。っていうだけなんですけど、おっと、復活するパターンね。あ、これなんか飛び出すやつがあるから、ドカンドッカ入れるんじゃないか。あ、入れないか。
なんかこういう土管があるとこっから飛び出すイメージがあるんだけどな。まあ一面だからそんななんか死ぬ要素とかないんですけど、しかも私ですからね、操作してるのがマリメのプロである。ちょっとやっぱプロコンのこの言い訳じゃないですけど操作が難しいマジで。あとこのね、ドラゴンコリンコイン、ヨッシーの顔が刻印されてるコインを5枚だったかな、5枚集めると一気アップとかってあった気がします。ないかもしれないですあ、ちょっとこれで4枚か、多分あと1枚でドラゴンコイン取れば、あっと危ない、絶対当たってるこれ当たり判定が雑。あ、そうだ、時間もあったんだね、これね。これ一気アップで、ここでマグナムキラーが出るから、こーら、これプロのテクニック。なかなかできんよ、今のは。って言ってても時間がないので。あ、ちょっと待って、マジで時間ねえな。でももうゴール近いっしょ。あ、ほらほら。ほらほら、もうゴール、ほら。あ、これバージョンが違うブルでしょ、ほら。これカエル、なんでしょう。こっちがジャンプするとそれに合わせてこうジャンプしてくるっていう。で、一回踏むと、これ正気に戻って、こう、追いかけてくるんですよ。こういう風に。で、ジャンプもしてくる。怖いでしょ、これ。子供自分、マジでこれがトラウマでね。ほら、こっちだ。薄のロープで勝てんぜ、お前は。よし。ちょっと最後焦りましたけど、まあ問題ないでしょう。で、この上がね、確かなんかブロックかなんか解放するステージじゃなかったっけ？あ、そうだよね。カッパ山黄色スイッチ。これね、これも記憶あるわ。これ P スイッチ押すととんでもないことが起こるんですよね。このコインがいっぱい出て、取り放題みたいな。で、これもさ、子供自分、幼い時のイオリさんね。押したらコインがたくさん出て、それにびっくりして、もう微動だにできなかったんですよ。動けなくて、どうしたらいいのみたいな。逆にこれどうしたらいいのみたいな。罠じゃないかみたいな。もう目の前のそのコインいっぱいの状況が飲み込めなくて、動けずにいたら、隣にいたお兄ちゃんが、なんか肩をパンって押してきて、はい、はい、コイン取れみたいなことを言われて、もうそれがすごいトラウマでね。それからかな、お兄ちゃんのこと嫌いになったの。スイッチの宮殿。あなたが押したスイッチの力で、に代わり、ここまでのコースが記録できますと。まあ、これ、どういうことかっていうのはね、後々分かってくるので。記録して続けましょうか。ここまでまあ素晴らしいプレイングをね、私披露してるとは思うんですけど、あ、これちょっとアスレチックっぽいですね。ワンポイントアドバイス。大きなコインはドラゴンコイン一つのコースで、あ、やっぱ5枚なんだ。5枚取るとマリオ1人。マリオっていうのは奇数だね。今15機ありますけど、プレゼントと。うん。まあでもね、ドラゴンコインはあんまり意識しつ、ね。ちょっと今プレイに集中させてね。意識しす、しすぎると、逆にちょっとプレイが煩雑になってしまう。もしくは危険なプレイをしてしまう可能性があるので、まあ無理はしないっていう感じでね、行きたいなと思いますね。結構これね、難しい感じ。あ、ちょっと早いかな、ジャンプ。あ、いや、ね、早くないね。ゆえ、火を吐いていく。まあ、言うても一面ですから。ここ入れたっけ？入れないか。おっと。
何このノコノコなかなかやりよるな。嘘でしょ。え、ああ、びっくりした。ねえ、見聞色の覇気使ってんのかっていうね。あっと、危ない。計画通りだ。フラワーばっかりだ。よいしょ。ああ、嫌なパターンに落ちてる。あ、危ない、危ない、オッケー。これさ、この黄色のブロック、さっき解放したやつで、解放してなかったら、ここが点線のまんまで、もう下に落ちちゃうんだよね。でもブロックを解放してるから、こういう風に、足場ができてるという風になってると。まあ、そういう感じなんですよね。これ何だったっけ？あ、コインか。あ、結構アスレチック難しいですね。あ、ゴールかな？ドラゴンコイン全然だな。気にしないとは言いましたけど、ね、もうちょっと取っていきたいよね。本音としては。さあ、早くも、一面の4コース、1の4まで来ました。これ RTA だったらすごい記録出てますよ、多分。ねえ。世界記録がどれだけかわかんないですけど。全然知らないですけど。ほら、もう軽やかすぎるでしょ、これ。ねえ、中に入っていく。入れてびっくりしていく。これサボンだったっけ？サボンはマリメでもいるよね。トゲトゲなのよく食べれるなってね、毎回思いますけど、よし。雑食にも程があるよね。喉のところチクチクしないのかしら。OK。なんか近道になるのかな？近道になったかどうかちょっとわからないですね。あ、ドラゴンコインだ。よし、えな、ああいうことがあるからね、やっぱ飼い主の方はリードとかつけとかないとダメなんですよ、絶対。ね。いい教訓でしょ、これ。ああ、よし。ああ、ちょっと待って。うわあ、マジか。マジか。え、ちょっと待って。大きくなっていく。よくないで。ふぅ。余裕だぜ。なんだこれ。ゴールのロープを切ったとき、ボーナススターがもらえます。それが100点集まれば楽しいボーナスゲームが始まります。画面のね、上に、今40ってなってますけど、そのロープを切ったときに、その高さに応じて得点がもらえるんだよね。高ければ高いだけ高得点がもらえて、で、低ければ低いほど低い得点になるんですけど、その合計が100点を超えたら、ボーナスゲームができるんですよね。ちょっと。OK。まあまあの高得点ね。24。いやー、ちょっとヨッシーを失うとはね、思わなくて。ちょっと動揺してます。これね、マジでね、これプロコンがさ、これ言い訳じゃないんですけど、これ操作性に難ありだね。勝てないかも、このボス戦。うわ、懐かしいな。宇宙、おー、並走していく。びっくりした。あ、なんかこれ、あれ、なんかスイッチって、スイッチじゃないわ。ブロックってなんか、キノコかなんかあったっけ？マジ、うわぁ、下手こいた。マジか。あの P スイッチ何だったんだろうな。あ、あれ来るんじゃない？こいつ、ひっくり返って。うい、下ろしていく。ちょっと苦戦してますね、いおりさん。
これね、ここ叩くとひっくり返れるんですよ。うい。っていうだけなんですけど。オッケー。中間取っていく。コイン、おわーって、危ねえ。無茶するね、ニンテンドー。子供泣くぜ、こんな。あ、これ、オッケー。よかった。え、これ先行った方がいいの？行かなくて大丈夫？あー、行かなくて大丈夫でした。これ行った方がいいかな、先。あぶ、あぶ、あぶ、オッケー。あ、ボス戦。これね、あー、あー、ちょっと待って。ああ、ああ、フラワー効かないんだっけ？うわあ、こっち来ないで。あ。おいおい、どうした？止まって見えたぞ、お前。名前知らねえ、コクッパよ。言っとくけどさ、名前なんて覚える気毛頭ないぜ。なあ。あれ、名前なんて、イギーだったっけ？ああ、倒したやつのね、名前なんて覚えてらんねんすよ。よう、ようスタートのお城で最初のコクッパを倒したマリオたちは、クッパの魔法で卵にされた仲間を助け出し、ドーナツ平野へと旅立つのでありました。ん？仲間を助け出した。あ、ヨッシーみたいなのが捕まってんだっけ、これ。ヨッシーってなんかいろんな種類がいるもんね。そういうことなのかしら。記録して続けましょう。これね、スーパーマリオワールドって、いつでも記録できるわけじゃなくて、なんか記録できるタイミングが決まってんだよね。なんだったっけ？さっきみたいに、ボスを倒した後とか、あとブロックの宮殿ね。あれを解放した後、押した後とか、あとお化け屋敷をクリアした後も記録できたっけ？ね、確かそんな感じでしたし、ここなんか羽のやつが出てくるんじゃなかったっけ？あ、そうだよね。これほら、こうマリメでおなじみのやつ。これで空飛んでいく。うわ、マジか。プロコンだからマジでやりにきいな。これも、あー、ちょっと、おーっと、ちょっと、違うの。マントのやつが欲しかっただけなんだけど。うわー、しくったな、これ。オッケー、スタートに戻る。振り出しに戻った。なんてことはないよ。最初に戻っただけだから。何も失っちゃいない。ほら、これ野球してくるブルね。うわ、もう苦手なん。もうやだ。こいつほんと、届け。よし。オッケー。これマントが欲しい。オッケー。うーし。ふぅ。ちょっと落ち着いていこう。いろんなことが起きすぎてる。ここ入れたよな、確か。よし。ふぅ、あー、なんかこんなんあったな。え？え？お。え？あ、危ない。あ、え？オッケー。これ3つ揃うと1機アップがもらえるんですよね。こんなにね、勝率が悪かったのは記憶にないですけど。こっちも入れたよな。あ、そうそう、ここあれだ。飛んでコインたくさん取っていくとこでしょ。ほら、お、ほら、あー、失速してる。マリオさん。待って、こんなはずじゃないんだよ。オッケー、あ、上手くなった。オッケー、こういう感じでね、なんかマント、まあでもこれはマリメでもやってるか。いや、マジでプロコンだと難しいな。スーファミのあれならね、体が覚えてんだけど、ルカワのね、シュートと同じぐらい体が覚えてんだけど、体が覚えてらーなんだけど、
先を急ぎましょう。遊んでる場合じゃない。でもマジで操作性があれだな。思ったよりなんか、俊敏に動けないな。マリメと違うんだよね。スピンジャンプがまず持って違うし、ボタンが。ここら辺改善の余地が、あ、よし、オッケー。これどっかに拙なかったっけ？これだったっけ？ちょっと危険ですね。ここだ。オッケー。あ、なかった。なかった。ちょっと待って。よし、よし。うわ、あ、あ、ちょっと羽だ、あ、オッケー。よし、よし。よし、もう、よし、諦めるわ。とんでもな、よし。あ、しかも時間ないし、マジか。ちょっと、羽なしは、きつい。おお、今当たったけどね。ありがとう。羽来るでしょ。一匹いたはず。オッケー。これは羽取っときたいな。あ、早い。おお。おお。おお。オッケー。ああ、なんだ。すごいなんかテクニック出しちゃった。ちょっと待って。ここは、安全にゴールしよう。オッケー。よし。もう、無視。オッケー。ふい。ハイタッチする余裕だったっしょ。もう全然焦ってない。ああ。危なかった。